髪めっちゃ伸びたよな、びっくりした自分でも。そっちは長い。あ、なんだろうこれ、クマありがとうございます、こんばんは。なぎチャンネル見たよ、お恥ずかしい。こんばんは。いやー、ガンヤツって長、かわいいってなりました、好きです、ありがとうございます。かわ、ぬるっと始め、そう、ぬるっと始めちゃった。鬼かわいい、ありがとうお母さん、ありがとう。そう、寝そうやから行ってきって言われて、知ってます久しぶりです、久しぶりか、久しぶりですかね、わかんないや。目覚めた、覚めました、こんばんは、お疲れ様です。そう、ノーマル写真ね、意外と好評で、でもあれなんですよ、いつもの写真を、まあ、時と場合によるんですけど、あの加工アプリの、あのなんていうんですか、カメラアプリあるじゃないですか、あれの加工全部外してシャッター音にならないように、シャッター音がならない設定がノーマルじゃできひんから、それで撮ってたんですけど、あのであとなんか2個使ってて、もともとカメラアプリです、片方をそのほぼノーマルみたいな感じで使ってて、でもう片方なんか人と撮る時にあの加工がなさすぎたら申し訳ないなと思って加工用で残してたんですけど、でも最近だからそっちで撮ったら、あの弟にちょっとこう誰か分からへんって言われたので、あのノーマルでしたね。こんばんは。え、めっちゃなんかクマが、ありがとうございます。同期の配信ではちょいちょい見かけてました、ちょいちょい映ってましたもんそう映ってた。なんかでも昨日あれですよね、あやぴょんの配信に最後の方だけ行きました。仕事中なので挨拶だけしに来ました。それではありがとうございます、お仕事中に頑張ってくださいこんばんは、ひろみこさん、くま10体ありがとうございます、遊びに来たよ、ありがとうございます。妖怪以来です、あ、妖怪以来か、うん、弟ね見られててめっちゃ恥ずかしかった。そうなんですよね、加工なしで撮ったらなんかあれじゃないですか、申し訳ないからあ、昨日の場合やらかし出したのね、もしもね間違えててねめちゃめちゃねちょっと焦ってました。昨日ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。あやかちゃんの配信3回戦、ほのかちゃん登場してるの方もよ、え、そんな毎回出てました、3回とも髪切れ、ありがとうございます。え、でもなんか昨日は本当にあの自分、あの配信してる場所にいなくて、なんなら自分電車乗っててで、なんか間に合ったから映りました。そう、壇上ね、星ありったけの投げたんですけど落ちましたね、壇上、めっちゃ悔しかった。今日の配信メンバーいっぱい来るから面白い、めっちゃ毎回いますよね誰かしら。そう、ほなちゃんのアバター出ます、ゲットできました、おめでとうございます。そう、自分もね、そう欲しいんですよ、雪乃のアバターが、でも当たんなくて、みさきちゃん当たったんでいいかなって思ってます。こんばんは、夕ご飯な、何食べてるんですか。めっちゃなんか戻っちゃった、やばい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 、めっちゃ戻っちゃった、待って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 、あ、オッケー、多分分かった、そう、あれは昨日のホームに
ギリギリ間に合っただけです。坂田名蓋あげませんそう課金でも今日までじゃないですか。でもなんかもう間に合わなくないですか。かわいい、かわいい、無理、ありがとう、来てくれて、こんばんは。そう、坂田のアバターと、あとゆずはさんのアバターと、あとジオンさんのアバターが当たりましたね。あ、お久しぶりです。返信そう、返信ないなって思ってました。耐えた、耐えたよ、昨日のやつそう、耐えた耐えた。こんばんは。なんかめっちゃギフトありがとうございます。夕ご飯は塩焼きそばライス。焼きそばライス、あれ、焼きそばライスって何ですか。マメの返信最近めっちゃ送ってるよ。え、わかるよ、ありがとうございます。本当にクマありがとうございます。こんばんは。アバターどうやってもらえるの。なんか50ポイント投げたらいいんですよね確か。でもなんか48グループのメンバーのショールーム行って時間見るとなんかアイテムもらえるんで、それ投げてももらえましたね。昨日やっと池さんうちは買えたよ。お、ありがとうございますこれから夜勤なので応援してください。頑張ってくださいお久しぶりです。めちゃめちゃ相手はありがとうございます。ほのちゃんのアバター2個ゲットした。おー、え、おめでとうございます。ありがとうございますそんな当たるもんなんですか。500、そう、500や、500、500ですねごめんなさい。そう、そういえば、そう、アンジュさんの配信行きました。でも移動中でそう、ちょっとだけ見ました。ちょっとだけしか入れなかったんですよね。晩ご飯は何でしたっけ。豚丼食べましたこんばんは。アバター当たった、おめでとうみんな出てくるよ。これから寝るので応援してください。おやすみなさい、頑張って寝てください。オリジナルってところにあるギフトを500ポイント投げると一つ当たりますだそうですありがとうございます。説明、カレンさん当たったんですか、おめでとうございます。どうしようかな。ミクチャ配信48グループ以外のカラオケ歌の聞かれたらしいね。そうなんですか投げてもアバターもらえない人外れですか。え、そんなことないと思いますけど、なんでですかね。豚丼美味しかったですよ。あ、キムチ乗っけてました、自分は。こんばんはこんばんは。みんななんか投げるやん、アイテム。そう、今日までですよね。でもなんか NMB のメンバー全然してないから今日してましたっけ。なんかそう、見たくて投げたかったんですけど、でもやってないからちょっとどうしようかなと思って今困ってましたね。オリジナルだけなんですか、オリジナルギフトだけなんですからしいです。そう、欲しい。あら、そうなんだオリジナルギフトだけらしいです。池さん空いてるとオキシトシン出ます。よかったです。レアワターになりそう。そうなんかな。別の8期推しの友達と共にほのちゃん推しになりました。
舞台で見れる日楽しみにします。ありがとうございます。やった嬉しい。無料の星は大将軍、そうなん、今当たった、おめでとう。そう、めちゃめちゃなんかめっちゃ投げてもらってる、申し訳ない。ほのちゃんが配信してくれて、ありなんだろう、星になってる。そう、マラマショーマン、読み方がどっちかいまいちショーマンかな。そう、絶対な、そうどっちかわからんくなって、こんがらがね、まだ見に行けてない。イケホナ当たった、おめでとう。オリジナルと1日1個無料でもらえるカプセルでもらえるよらしいです。逆上がりできません。ショーマンでやってた、よかった。そう、まだ行けてない。やばい、課金したいけど全然よしなくて。壇上4人頑張ったのに、ほんまにありがたいですよね。しょうま外れた、外れたって。でも全然他のメンバーや、全然当たり当たり。こんばんは。グッドスプーンもの始め、そう絶対行く。それは今りさちゃんが当たった、おめでとう。昨日りさ可愛かった。なんかそう、リサがさ最近めっちゃ8期の中で一番バブみがある。ほんまにバブみがあってめっちゃ可愛い。みんなからいつも可愛いって言われてるリサ。おめでとう、めっちゃ羨ましい。羨ましい。アバターってなんだ。はい、何が優先ですか。そう、顔見てんのね。そう、バレてて恥ずかしかった。えさきちゃんの顔をずっとが見せた。今日可愛いなとか思って見てたら、まずそこに見られてた。あみちゃんアバターが当たったので来た。おおめでとう。ミヒ出たから、ミヒ押す。ミヒ押してください。ミヒのも可愛い。押し増し全然いいですよ。8期生の相関図配信やってほしい。めっちゃ難しくないですか、相関図ってか。普通にみんな仲良すぎてめっちゃ絡む、なんて言うんですか、めっちゃいろんな線が増えちゃう。リサちゃんがどって消えちゃった。あった、グラビアしたいの意外やった、言ってたんですか本人が。でもするんかな、わからへんけど。は、褒めてくれ。前の前役から4キロかな痩せた、おめでとう。じゃああれ1回痩せてそっから測ってない。そっから何も測ってないね。待って、なんかどこか嘘、戻れんくなっちゃった。そんな遅れてんのかな、自分コメント一番下見れんくなっちゃった。違う、あ、ごめんごめんごめん。グッドスプーンの方ね、行ってくる行ってくる、絶対行く。言って、自分コメント送りすぎてさ見れんくなっちゃった。赤野さん何つ食べるんですか、グッドスプーン。全然まだ何食べようかなって感じなんで。さえちゃん当たって切なくなった。さえちゃん切ない、自分も切ない。こんばんは、アンジュさんのとこから来てくれたんですか、ありがとうございます。こんばんは。今イケホの投げたやつで噂のユキノちゃんとリサちゃん出た。おめでとう。てかその2人出てる人多くない、めちゃめちゃ先から報告多い気がする。え、そうチェキも、そうチェキも雪の挟んでるし、待ち受けも雪ないし、なんならちょっと言っていいんか分からへんからやめとこう。配信者優先なんですか。でも全然誰かのとこで投げたら全然配信してる人当たんなかったですよ。
昨日当たったんですか。おめでとうございます。羨ましい。自分中心の相関図とか何も面白くないですよ。まあ、こっちに8期生のお城国といったら多いと選別するようによりました。まあ、こっちの言うこと聞いたらいいんじゃないですか。知らないけど。わかんない。初見です。ありがとうございます。はじめまして。雪のサカサカコンビ、やよい、やよたん出たんや。そんな出へんもんなんかな。でも全然難しいよね。出てほしいと思ったら逆に出んくない。だってめっちゃ遅れてんのよな。ごめんコメント。違うねん。多分自分がな、遅れてるだけやねんコメント読むの。もうごめん。何が気になる。怪しいよ。やっときます。言っていいか分からへんくなった。アウトランダムですよね。こんばんは、初見です。ありがとうございます。この前雪乃にガーレナタイに抱きついてたらしいですね。こんばんは。なんかアイテムありがとうございます。皆さん多分あれだと思うけど、アバター目的やけど、弟いましたよ。彼女が山本美香な、美香さん可愛い言うてオタクなりそうなんやが。いいじゃないですか。二人でオタクしてください。この世であんまり言ったらあかんことないよ。あるよ、いっぱい。コメント遅延はあるあるやから、読まれたらラッキー。そう思っといてください。本当に毎日配信はちょっと時間がなくてできない。できないかもしれない。なんかね、配信ね、毎日か。でもしようと思えばできる気もする。難しいですね。ちょっと苦手なんですよ配信。どうしようってなって、毎回やる前に溜まってる。池さんって池さん呼びじゃなくて名前で呼ぶ方がいいの。池さん呼びじゃなかったら何でもいいんですよ。そう、加工しすぎって言われたんですけど、でもそんな加工してはなかったんですよ。普通にカメラアプリで撮ったまま載せてたんですけど。アミは娘ですよ。あやぴょんと17歳です。タンプ選び付き合うのでほのかちゃんのお世話になりたい。やめてください。やめてください。本当に苦手なんですよ配信は。毎日配信。私の好きなことなんです。ゆなさんがしてるじゃないですか毎日。こんばんは、ありがとうございます。来てくださって。そう、配信難しいんですよね。じゃあほのさまで、あ、全然大丈夫です。ちょっと彼女にはなれないですね。ちょっとあやぴょんがいるんで。あやぴょんがいるんです。ごめんなさい。他の池って名字の人と会ったことある？漫画の世界でなら会ったことありますよ。リサはそう、あやぴょんの妹ですよ。ずっと言ってる。めっちゃ似てますよねあの二人。なんかわかんないけど。こんばんは。そう、誕生日続くんですよ。5月3日、22日、23日、24日。びっくりですよね。そんな、なんか入ってすぐぐらいの時にその話してました。誕生日いつみたいな話をそこでしてましたね。めっちゃ懐かしい。そう、漫画の世界でいましたね。遭遇しました。まこちと最近会った？まことですか？会いましたよ昨日。何話したっけ？でもなんか何話したっけ？なんて、何話したか全然思い出されへん。何話したっけ？なんか
かえ、何やったっけな、なんか何話したっけ何も思い出されへん、めっちゃごめん、何も思い出されへんかった。彼女昨日一人で NAB のミュージカル見に行ってたらしい。めっちゃいいじゃないですか、自分行きたいんですよミュージカル。ちょっと行けなくて、でも昨日あれですよね、同期も行ってたらしくて羨ましかったです。あやぴょん嫁ですよ、だから嫁いるのに彼女作れないじゃないですか、だから浮気になっちゃうからごめんなさい。配信いつも楽しく見させてもろうてますけど、でも苦手なんですよ配信。アバター渚さんとゆいなさんだったんですか、全然いいじゃないですか、誰でもいいじゃん、誰でもいいってなんか語弊がありそう、誰でも嬉しいですよ自分は当たったら彼女っていうか、あのプロポーズしたら OK って言われましたねプロポーズっていうか何なのか分かんないんですけど あ、ポテト冷えてるけどいるって言われましたね、思い出した。あ、そうです、ベイビーステップですねね、一生お疲れ様、ありがとうございますいや、ありがとうございます、来てくださって早く別れてください。今んとこ別れる予定はなくてすいません。こんばんは、なんだ、何かされたんだ、うん、いや浮気はしないんで、こんばんは、めっちゃなんかさ、全然ほのさまでもいいよって言ったけどさ、めっちゃ変な感じする、全然いいよ、応援してくださるのはめちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。めっちゃおる、どういうことや、なんだって。あ、また最近あったら当たんないですか、まあ、こっちとほのちゃんの絡み好きです、もっと絡んでください。結構絡んでますよ、あの裏っていうか、なんですか、なんて言うんですか、なんて言ったらいいんやろ、だからその見えないところでは絡んでますよ。配信難しいです、お話し会は全然緊張も何もしないんですよ、だってこれなんて言うんですか、この配信も絶対なんか録画されてるじゃないですか、それで、ね、なんか違うサイトにちょっとね載ってるのをね発見することがあるから、ちょっとね気まずいなって思って、なんか日本語気をつけようってなりますね。めっちゃごめんよ、本当に超飛ばしちゃった。表ではじゃあ絡みますね。マクホのち写真持ってる、持ってるんです、待ってるか、ちょっとマコに許可得たら送りますね、大場目に僕はお人の話がめっちゃ緊張します、そんなしてました、絶対そんなしてないじゃないですか。ありがとう、じゃあ今日からほのさま応援し始めありがとうございます、お願いしますめっちゃ笑っちゃう呼び方、ごめん、自分の配信中に見ることあるのないですよ、たまに見てたら
なんて言うんですか、とおすすめっていうか出てくるから気まずみたいな。ねえこさん当たったんですか、おめでとうございます。嫌えてるじゃないですか。そう、言葉に気をつけようと思って。でもねあのたまに出現しちゃうから良くないんよね。うん、うん、足震えながら会話しました。絶対そんなことないや。ありがとう。た絶対許可下りるから送りますね、まことの写真。好きで歌うまいメンバー、そんなみおちじゃない、みおちがうまいと思います。ゆきのもうまいですよね。自分が YouTube にいるのめっちゃ気まずいんですよ、本当に。えみたいな。あのちゃんささささ最高、ありがとう。本当にそう、なんかめっちゃありがとう、くまも。絶対言わへん。こんばんは。あいぴょんに着替えたんで結婚してください。あいぴょんはあいぴょんしかいないんでとりあえず着替えてみた。誰だろう、あー見えないだってごめん読めへんかった、変わって読もうと思ったけど言わへんかった。はなちゃんとお話し会やると固まってしまいます。絶対そんなことないですよ、みんな動いてるじゃないですか。次のシングルのお話し会から応募する、ありがとうございます、待ってますね。さささ最高、踊ってください二人で。えみおちのえへへへ、めっちゃ可愛いですよね、ほんまに可愛い。みおちゲットしたバターが46個に塗った、めっちゃめっちゃ欲しい。でも自分のバターなってる、ありがとう。今日のほなちゃんめっちゃ可愛い、ありがとう全然いいやん、彼女さんオタクなって、二人で連番してください。八つの新キロめっちゃいいですよね、めっちゃ好きですこんばんは。ドアップ、ごめんごめんごめん、言えへんかったやん。渚さんに聞かれたんですねめっちゃ動きながら喋るよ、いつも動きながら喋ってる。全体誰もそんな緊張してないよ、かわいい、ありがとう。また来ました、久しぶりです、久しぶりです、ありがとうございますフォローしました、ありがとうございます。みわちゃんアイピの新規をやばい、本当にやばいっていうか、もう自分めっちゃ好きですね、あれもマジで。なんて言うんですかね、なんて言ったらいいんやろ、めっちゃ好きです自分も、あれ蜃気楼リアルお話し会またあれをその時までに披露できる、練習してくれ待ってるね、さささ最高多分大丈夫、いけるいける。アバターガチャ沼ってるな沼ってんの全然そんなよ、当たらんくても全然いいよ、アバターそう当たんないみたいで全然いいよ。枚数の差が割れるかほんまに寒いにじゃなんかそっか最近どない、最近はね、なんだろう、いろいろせかせかしてるよ、昨日もちょっとね焦ってたし、今日も焦ってたかな。でも今日はゆっくりしてた、ゆっくりってわけでもないけど、今日はあのちゃんと
同期のタンプレを探しにずっと歩いてた。こんばんは、アニちゃんと踊りますのでよろしくお願いします。待ってますね、絶対見ます。はじめまして。でも初見マークついてないじゃないですか。なんかみんななんかアイテムをさめっちゃ投げてくれてるんですけど、でもあれですよね、今 NAB のメンバーしてないから、今日でラストですよね、アバター当たるの。だからこの後誰かするかもしれないから、そんな焦ってアバターゲットしようと思わなくても多分大丈夫だと思うんですけどね。なぜかアバター着替えた。着替えてる、やばい。充電があと 10% しかない。わからんくなっちゃった。わかんないことなっちゃった。どこまで行ったかわかんなくなっちゃった。めっちゃごめん。マジでごめん。あった、明日卒アル撮影なんやけど、ほなちゃん、えコツなないかって、あの自分の卒アル撮った時、あの何やっけ、テストの、あの期末テストの最終日でクマゴリゴリにやる時で、でもあれ始まる前にみんなめっちゃ鏡の前行ってた。自分もちゃんとその中に紛れて前髪とかして行ってた。でも前髪かしてたけど、周りの子はリップ塗ってまつげ上げてたよ、卒アル前だから多分それがいいんやと思う。でもなんか無理してなんか口閉じて笑うより、多分歯見せて笑った方が漏れると思う。これは実体験。これは実体験、本当に卒アルの実体験。そう、小学生の時の卒アルが歯見せて笑ってて、で中学が口閉じて笑ってて、でそう、うん、高校が口開けて笑ってるんですよ。で口閉じたやつが一番漏れてなかったから、多分普通に歯見せて笑った方が漏れるとは思った。どうかわからん、人によると思うけど。こんばんは。コメント沼にはまった。そう、今ね戻ったり行ったりしてる。めっちゃ飛ばしちゃった、だからごめん。そう、めっちゃ思った、めっちゃいろんなアバターだらけになってる。アバターずっとだるま、ほんまや、ずっとだるまくついてる。今日横毛あるよ、なんかしんどそうな時ほどかな、燃える気がする。そうなんかな、分からんけど、どうなんやろと思って。うん。塩パン食べてる顔好き、ありがとう。好きな角度ってある？特にない。出遅れた、あれやからな。どうやろう、自分の場合はそっちやった。塩パンって塩の味すんの？塩の味しますよ。塩の味、なんか、一番わかりやすく言ったら、なんかバターロールがちょっとしょっぱくなった感じ。宴会までしんどいと涙袋爆発する。爆発する。あ、でもするか、クマがなできるもんな。クマできたら大体できるような。はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。土曜日に3枚にして日曜日2枚ぐらいにしたら彼女にバレやっとするか。バレてもいいやん。卒アルの写真自分で選べたんですか？めっちゃいいじゃないですか。そう、羨ましい。選べなかったからもう来るまでハラハラドキドキですよ。
塩パン好きです、自分も。横に引っ張りたい。なんで、なんでなん。アバターガチャ50回も当たらない。え、全然てかごめん、そんな50回も投げてもらっちゃってめっちゃ申し訳ない。ベーグル好きですよ、自分も。ベーグルも好きです。なんか最近食べた気がする、ベーグル。最近でもなかった、4月ぐらいに1回食べました。なんかもう今曜日感覚っていうか、なんですか、時間の進む感覚が多分ずれてるんですよ。まだだって5月頭の気持ちでいたんですけど、もう後半になりますよね。やばいと思って。塩パン久々に食べたけど生まれ故郷を思い出したよ。そんな懐かしい味した。こんばんは、ありがとうございます。充電してない、やばい、普通にやばかった、ありがとう言ってくれて。ちょっと消えます。よいしょ。いけてんのかな、充電。多分いけてるであろう、願う。何の部屋やろ。アバター当たった、おめでとう。カレーパンもね一時期ハマってた。何の部屋ほんまに。こんばんは、一瞬の写真やけど、そう一生残るからな、ほんまドキドキしてる、するような自分もした。多分どうなんやろ、ほんと人によると思う。でも自分のなんやろ、好きな顔の子は口閉じてても可愛かったから、なんやろ、ほんとに人によるとしか言いようがないけど、あれやな、お母さんとかにどっちの方が顔漏れてるって聞くのもありかもしれん。今日何、今日火曜日やろ、さっきテレビ見てわかった。今日の髪型好きすぎて脳内スクショしまくってる。そんないつもと変わらんで、そんなおろしやん。一番好きなパンは、なんかでも最近は塩パンなんですけど、でも一時期はメロンパンもにもハマってたし、クロワッサンも好きやし、デニッシュも好きやし、フランスパンも好きですね。ならパン全部好きかもしれん。生まれ故郷で食べたからね。そりゃそうか、そりゃそうよ。5月早いよね本当に。ガチャそんなせんでいいやん。せんでいいやんって言うのはあれやけど、そんなそんな当たらんで、当たってあと、うん、なんて言ったらいいんやろね。当たっても当たらなくても全然自分は大丈夫ですよ。カフェ殴ってないですよ、本当に殴ってないんですよ。棚倒しただけなんで。そろそろほんまに張り替えのやばいなって思ってます。ほんぐちゃんのちょっとは本当にちょっと鍋好き。ありがとう。ほんまちょっとしかいなくならへんもんな、なんかそう手も大体手に届くとこにあるから。ガチャ沼から抜けた。そんなガチャ沼なんでもいいよ。あ、ドラゴンボールのあそこです。いないよそこに。全然普通に外にも出てる。なんなら今日なんやろ、畑で田植えしてんの見て、あ、もうそんな季節かってなってた。あんりちゃんにちゃんと課題やれって言って、ちゃんと課題やろう本当に。やばい、いいんかな、こんなんで。生クリーム入りのあんパンは美味しいよ。じゃああれなんですよ、今日そのちょうど生クリーム入りのどら焼きの話をお母さんとしたんです。アンパンじゃないんですけど。そしたらなんかプレーンが一番だよねっていう結論に至りました。ちなみに5月21日が誕生日、めでたくない、そんなめでたくない日ですか5月21日って。
初見です。ありがとうございます。家の近所に塩パン専門店ある、めっちゃ羨ましいです。本当に、羨ましい。テレビで曜日確認するの、そんなことないですよ。今日たまたまテレビ見てて、あ、この番組やってるのは何曜日やなみたいな思って、今日はそれで分かりました。課題しないよ。課題は全然、あの、なんだろう、音声だけ聞いてしたらいいよ。全然明日のために今必死にパックしてマッサージしてるよ。偉すぎ。いや、そんな、ちょっとあれの前日なんかほぼ徹夜みたいな状況やった状況やったから、めっちゃ偉い。絶対漏れるよ、大丈夫。メロンパンって言うと可愛いからメロンパン好きっていうようにしてる。そういう理由、全然何でもいいと思うけど、好きなパン、パンディーディーですね。パンは好きですよ、何でも。今日は久しぶりに返信します。近況報告だけ送ります。待ってますね。てかあれですよ、あの、パン屋、パン屋メロンパン好きだわ、自分も好きです。なんかあの、よくあれじゃないですか、パン、メロンパン売ってるの、上サクサク派が好きなんですよね。アンパンも好きですよ。くるみパンあれば大体 OK。 くるみパンも好きですよ。ご飯、そう、その問題あるじゃないですか、ご飯よりパン派みたいな。ご飯も好きなんですよ。なんかもう、なんなんですかね、ご飯も好きなんですよ、白米。なんか昨日もあれなんですよ、たけのこご飯でした。そう、たけのこご飯最近多かったんですけど。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます、見に来てくださって。多め取るべき、どっちでもいいよ、全然。大雨はでも毎日送ってる、多分、多分っていうか送ってるよ。クロワッサン、レンジでチンが一番好き。え、わかる。なんかレンジ、オーブンで温め直すのが一番好きかもしれない。メロンパン、レンジで温めからてから、トースターで焼いてから食べる。え、それが一番さ、早く温まる気がするってずっと思ってる。笑顔めっちゃ綺麗、ありがとう。そう、壁紙張り替えやななと思ってる。めっちゃさ遅れてんね、今気づいた、ごめんごめん。アバター、そう、2種類ある、男の子と女の子バージョン。え、本当ですか、ヤナさん自分のこと好きって言ってくれたんですか。めっちゃ嬉しい。自分はヨナさん好きなんですよ。みんな一番最初にツーショット撮ってもらったのもヨナさんだったんですよね。58分、今、ありがとう。実家農家だからゴールデンウィーク田植え手伝いしたよ。え、いいじゃないですか。いや、めちゃめちゃあれですよ、すごい田んぼで季節感じますもん。なんか、あ、こん、なんていうんですか、もうこんな伸びたんかみたいな。めちゃめちゃ、あ、そういうことね、年取るのがめったくないんか。でも年取りたくないですもん、もう。アンジュさん、ミッヒー2種出ました、おめでとうございます。ミヒナ2種出たんですか。めっちゃミヒナに好かれてるじゃないですか。しっかり音声を聞かせるスタイル、笑った。本当にそう思った、ちょっと自分では、あ、あって思った。お腹減ったので今日の夜ご飯を決めてください。じゃあ今日は自分が、豚丼だったので、豚丼で。ミュージカル出たい。え、でもあれなんですよね、自分多分声通んないんですよね。え、あやねが何してるんだろう。ちゃん、ほんちゃんのショールーム課題やらずに見てもらってます。ありがとう。あみちゃんにも課題の気合い言ってあげて。そうよな、あみめっちゃ伸ばしてたよね、昨日、昨日じゃない、この前の配信見てた。めっちゃ面白いと思って。
でね、多分これご飯の話はね、ご飯ね、そう普通に白米も好きなよね。でもあれ何が好きなの自分。え、全然もばめね、本当にしょうもないことしか送ってない、ごめんと思いながら送ってる。遊びに来たよ、ありがとう。もばめの編集日課です、ありがとうございます。いつも目の前に菓子パンが、ダイエット中やから食べたらあかん的なの嫌です嫌です、食べてください。もうめっちゃ追いついてない、またさ、ごめん、すっごい飛ばしちゃう、ごめんなさい。そう、ちょっとめっちゃ早送りになっちゃいます、ごめんなさいそう、アンジュさんの配信見に行きましたよ。そう、坂田のな、壁紙見てたよ、自分も坂田の配信もちゃんと見てた。メロンパン、そう、あ、そういうことね、遅れてんのね、ありがとう4分ラグらしいです、ちょっと。こんばんは、ミヒ面識ないけど面識あるの松作ですよね。ちょっと待ってね、あの動画からの白米が好き、説得力ありすぎて、なんだ、な、星なら星になってるよ。逆に嫌いな食べ物、え、ないんですよね、そんな。あ、なんやっけ、リンゴジュースが飲めないのと、あの炭酸が飲めないぐらいです。炭酸、そう、炭酸飲めないのに、この前あやぴょんに炭酸をおごってもらったんですよ意味わかんないですよね、飲みたくなっておごってもらいましたそう、いや、あ、終わってないです、ごめんなさい、ブログの質問返しですよね、ずっと。そう、昨日も上げてから気づきました、あ、質問みたいな。だからそう、ちゃんと今ちょっと間に合いそうにないので、明日質問返しちゃんと続きします、すいません、すいませんよく覚えてたな、なんか誰にも言われへんから忘れられてるなと思ったんですよ。だからちょっとちゃんと返します、ちゃんと返します。食べ物の話そんなしてますか。こんばんは、ありがとうございます。コメントね、そこついててやばいってなって今戻った。よく見てますね、65人自分いるのいましたよ、来たの。え、5月そうなんですか、自分が一番多いんですかね。待って、裁判ねありがとう。明日のかまいがち、明菜さん出るか楽しい、明菜さん8期生の番組また見た、めっちゃ楽しかったです、あの番組おやすみなさい、炭酸飲めないの。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。あー、あやぴょんじゃん飲めたあーって戻っちゃった、戻ってないか、オッケー。そう、あの動画ね、ありがとうございます、いっぱい食べるほのちゃんが好きです、ありがとうそう、めっちゃ遅くなっちゃった、ありがとう。
元気？昨日も会ってるけど。イヤホンのうちは買ったよらしいですよ。昨日も言ってた気がする。ごめん耳キンってなったかった。めっちゃごめん。時差ある今だ。あ、オッケー、いけたいけたいけた、絶対間に合った。今日自主練行ったら誰もいなかった。そうなん、でも今日行ってない。今日はちょっと探してもいろいろと歩き回ってた。今日はでもみんな寝ちゃう、疲れてるんちゃう。配信間に合った、こんばんは、ありがとうございます。元気よかった。そう、海鮮丼食べに行った方。そうだね。うわ、ちょっと待って、どうしよう。そう、一番上まではアップしたよ。そう、炭酸ね。そう、炭酸おごってもらって、ね、しかもさ、あれやんな、時間なさすぎてめっちゃ急いで飲んでた。炭酸全部飲んだよ。ほんにめっちゃ5分ぐらいでめっちゃ急いで飲んだ。しかも缶タイプだったんで、めっちゃ途中でさ置いとくこともできひんから、めっちゃ一人で飲んでた。こんばんは、またね、ありがとう、来てくれて。何が苦手な、シュワシュワ。飲めた飲めた飲めた。そうよね、懐かしいって、そんな前じゃないやん、めっちゃ最近やで。こんばんは。飲めるけど苦手。そうそう、ペットボトルなくて、だからシュワシュワ好きには多分なれへん、未だに。だってコーラを、そう、コーラを飲んだことなくて、これこの前も話した気がするんですけど、でマネージャーさんが買ってきてっていうか、あったから飲んでみてやみたいな。で飲んで、おそれっきり一回も飲んでないです。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。コーラはちょっと飲めなかった、飲んだんですけど、もういいかなってなってます。コーヒー飲みますよ。オロナミン C 飲んだことないですね。汗かいた時に飲んだら最高やで。飲めないんですよね。だからエナドリ飲んだことないですよ。普段何飲んでんの。え、水ですね。水と緑茶と、あと何やろ、紅茶も、あ、コーヒーも飲みますよ。あと牛乳も飲みます。こんばんはのイントネーションかわいい。ありがとう。てか、まだいたんだと思って嬉しい、ありがとう。どこまで行ったっけ、ちょっと待って、わからん感じた。え、どこまで行った、あったあったあった。え、ふって炭酸抜いたらめっちゃ甘くなりません？紅茶飲めるよ、コーラ。じゃあコーラでも自分以外飲んでますよ。でも最近はでもさ、炭酸無理な割にはなんかちょっとずつ飲めるようになってきてるんですよね。いや、どうやって徹夜するの。え、どうやって、何もせずずっと起きてますね。エナジードリンク飲めないので。こんばんは、オロナミン C 飲んだことないんですよ。ブラックコーヒー飲めますよ。青汁飲んだことないです。緑茶いいですよね。あ、牛乳飲んでるよ。冬はホットミルクめっちゃ好きです。ビール飲んだことないですよ、未成年なんで。
そう、ブラック飲める飲める、こんばんは。みきちゃん今日も可愛いの、ありがとう。え、ほうじ茶そんなの飲まないんですよ。でもこんばんはのイントネーションに親近感感じてる派です。そうですか、おやすみ、おやすみ、ありがとう来てくれて、またすぐ会おうね。炭酸抜きコーラ、エネルギーの吸収率すごいって漫画では、なんだそうなん。コーヒーでもカフェオレにして飲むことの方が多い。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます来てくださって。抹茶ラテ飲んだことありますか。あの一回飲んだんですけど、でもちょっと甘くてあげました。ふつやしたら目の前が黄色くならないよ。カスタマイズしない派ですね。そのリサね、エナジードリンク飲んでてびっくりした。アミちゃんが、あ、そう、え、全然だから自分そのアミのショールームに娘に なってくださいってコメントした。したら、そうコメントしたら、あの普通にスルーされ読まれたけど自分って気づかれてなかった。こんばんは好き、ありがとう。そんな変なんかな。ミルメイク知ってるよ、あれよね、給食とか出てくるやつよね。苦手なの多い。いや、では飲み物、飲み物、飲み物。でめっちゃくる、ブラック飲めるよ。お茶はいつもほうじ茶、チューン緑茶よ。めっちゃ面白かった、アミの配信。めっちゃ一人でケタケタ払ってた。エンジードリンク飲んだことないんですよね、だから。そう、伸びてったよね。だってなんか、あ、なんかもう終わりますみたいになったから、あ、ちょっとやることあるし抜けようと思って抜けたんですよ。で戻ったらまだやってると思って、めっちゃ面白かった。緑茶好きですよ。もともとね、飲み物は水が多いね。あんま、そう、飲み物苦手なのが多いんですよね。ソイジュースは飲みますよ。夏はね、夏はね、麦茶派だ、麦茶だったんですけど、でも最近は水かな。今から見るね、遅くなってごめん。全然いいよ、ありがとう。水常温派、なんならあの白湯やった前まで。こんばんは、あやぴょんライバル多そうだけど大丈夫、あの本人公認なんで大丈夫です。おすすめの水は、え、言わないです。おすすめ、アイス食べますよ。さゆ飲んでたら意識高いって言われたからやった。え、全然いいじゃん、さゆ。でもさゆ飲んでたよ。麦茶に砂糖あり、入れたことない。初めまして、ありがとうございます。じゃあ英語できへんねん。そうだから教えれへんねんな。そう、大丈夫ですよ、アイピョンと公認なんで。あのアイピョンがブログに、あの桜田ほのかになりましたって、あの公言してくれたので。冬でもアイス食べますよ。あ、そっか、ギリに当たりますよね、自分。C
しおのさんのそう、水もね好きなんですけど、白湯も好きですよ。ココナさんも毎日白湯、毎朝白湯飲んでたんですか。それカムフラ、カムフラージュどういうこと？桜田ほのかうちは作ろうかな。作っめっちゃめっちゃおもろいじゃないですか、桜田ほのかうちは。家系図むずいですよね。奈良じゃ冬でもかき氷やで。で、あの冬にかき氷食べたらお腹壊すんで、あんまり食べないですね。好きなアイスですか？バニラアイスが一番好きです。カルピスは飲みますよ。4時か、でも変わってないんで、まだ。え、毎日朝飲むようになって起きるの早くなったんですか、ももかさん。でも何も変わんなかったんですよね。あいちゃん、え、洗濯問題全部同じ番号で通すって言ったけど、え、考えて分からんかったら適当にします。だいたい2か3とか BCD ぐらいにしてますね。クロワッサン3個も食べてしもった。全然いいじゃないですか。池さんうちはどない？え、いいと思います。え、全然 3いらんかな。初見です、ありがとうございます。オッケー、間に合った、戻ってこれた。カルディで売って冷凍のクロワッサン美味しかったよ。そうなんですか。こんばんは、池の名はアミちゃんにするの。え、全然譲りますよ、池の名。俺が書いた池ほのの自画像を貼り付けた。じゃあ作ろうかな。ええ、うまい、え、うまいやったら全然いいよ。めっちゃ笑ってそう。ショップ限定のうちは欲しい。今売ってるんですよね。漏れてるんですか。あんま分かってないんですよね、今何言ってるか。何時やろ。じゃあそろそろ終わろうかなと思います。フォローしました、ありがとうございます。そう、8期生複雑ですよ、なんかいろいろ。ショップ限定のうちわゲットしたよ、ありがとうございます。名字一文字が6人いますね。6人ですっけ。一気うちわ白地緑の文字かな。何でもいいですよ、全然。美術にです、涙。それは涙。こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。日曜に買いに行ったよ、ありがとうございます。公式と自作チャット、どっちが嬉しい。どっちも嬉しいですよ。遠くてショップまで買いに行けない、そうよな。8期生結婚しようすぐ言うけん、そんな言ってないですよみんな。かわいい、ありがとうございます。延長はちょっとしないですね。ご飯食べて戻ってきた、おかえり。頭終わる。自分でうちは作るんですか。うちは自分でも今度作ろうと思ってます、ありがとうございます。あ、そういうことですか。6人か。6人。ありがとうございます。8期生大家族だよね。
多分どうなんだろう、でも多分そうなるんかな実際。こんばんは、初めて、ありがとうございます。いや延長ちょっと延長ちょっとあってめっちゃ早口出ちゃった。全然いいよスケッチブックでも。こんばんは、ありがとうございますこんばんは、明日誕生日なんで12時59分で延長時間ちょっとねきついかなちょっときついかな、ちょっとねたあれ日付終わったら多分誕生日おめでとうメール行くと思うから待っててください。あほんま4000人超えてる、ありがとうございます。うちはここ勝った周りの目線があの人でいいと。そんなことないですよ、友達に頼まれて買いに来たのかなみたいなのあるじゃないですか延長料金払う境え終わる、うちは作ったことえないんですよ実は。わかりました、ありがとう全然ごめん延長せんくて。そう充電なんだ諦めます、すいません。こんばんは、そうアミノはなめっちゃ延長しゃべった女びっくりした大盛りご飯見てさらに好きになりました、ありがとうございます。友達のはるくがほのちゃん可愛いっていつも言ってます、ありがとうございます。あと10分、今何分、今何分か教えてください、ちょっと分かんないんですよ今分かんなくて。でね、逆におしゃれ番長ですか、でもそんなおしゃれじゃないんですよね実は。ちょっと待って、うん、着物をしてから楽しいから沼にはまってる、ありがとう。うちは2種類目なんですかね、もうなんかいっぱいありがたいことにグッズ出させてもらって、なんかもう今がどんだけ出てるのかちょっと把握できてないんですよねめっちゃありがたい。卒アル頑張ってくる、頑張ってね本当に。明日そうアンジュさんのミクちゃん行きました、今日ちょっとしか入れなかったんですよね。だね、26分、ありがとう。じゃあ半なったら終わる、半なったらどうしよう、終わったらすぐマブに感想送るから見てみます、ありがとう、ありがとう、25、26分、ありがとう、25分、ありがとう、あと5分だよ、嘘つかんで、もうみんなやってくれてるからお疲れ様です、ありがとうございます。9月誕生日多いよね、8期、3種類目か、ありがとう。なんとかグッズコンプありがとう、みおちあとじゃあ5分で寝てください研究生と夢中人なんて2種類かな、2種類か、うん、ちょっとねわかんない。え待って、なんかさどれが嘘なんかどれが本なんか分からない。サンプル買いましたよ、誰のか言いませんけど3人分買いました、人権あった、よかった、ありがとう来てくれて。22時半に終わりますね、自分のグッズ買わないですね、うん、え今何時ですか、ちょっと待って違う21時半だあと3分、 ありがとう、ちょっときつい、2時間半はあ、そうですよね、レイさんもシオンさん誕生日ですよね、なんかもう誕生日が多くて、なんかそんな何ですか、普通の生活してたら誕生日覚えることなんかないじゃないですか、だからうわなんかもういっぱい誕生日やと思って
頭こんがり上がりますね。弟に加工をやめたらって言われたってだけでまとめられた。そうなん、めっちゃはずいやん。みんなが時間差つきまくったらそのままにちょっと伸びそうで怖いんやけど、だってさ時計がさちょっと目悪すぎて見えへんっていう問題が発生してるんよね。じゃあ22時半じゃない、20時半、21時半、間違えた。そういずれ誕生日近いメンバーで冠ライブしてほしいな。絶対なんかどんな感じになるんですかね。松作と通称ぜひ待ってます、撮ります。なんかそう合うんですけど撮ってないですよね。 1時間じゃない、めっちゃ間違えた。そう嘘ついてるよねみんな。3種類か、ありがとうございます。あと3分ですね。ほんまにちょっと今時間ほんまに分からへん。29分、ありがとう。Google カレンダーに登録してんの誕生日ありがとう。え全然いいと思う、メンバーやファンの、あ自分がってこと、記憶力ないねんめっちゃ。めっちゃごめん、ほんまにごめん。今何時かほんまに分かってない。今更ですけど洋服かわいいですね、ありがとう。たてが、あそっかたてがいじゃないか、ちょっと戻します。あ入れた、半や半やないか。おやすみ、ありがとね、終わろうかな。終わろうかな、じゃあ。あ、ランキングありがとう。どこやっけランキング、ちょっと待って、あった。13位けむりさん、12位カニソニーさん、11位くもすけさん、10位レイタさん、9位いちご山盛さん、8位しんのすけさん、7位にくみーさん、6位みずきさん、5位だいすけさん、4位たけそうさん、3位あべべさん、2位ひろみこさん、1位きゅうちゃん、ありがとうございます。やっと、もう、うん、今さっき見た時間だからもう終わろうかなって思います。ガチャの頭終わった。ありがとうね。ありがとうございました、今日もいきなり始めたのに見に来てくださってありがとうございました。じゃあ終わります。終わります、ありがとうございました、ありがとう。じゃあね、待って消せへん、ちょっと待って消せへん。あった、え待って開けへん。オッケー消した、おやすみなさい、ありがとうございました。バイバーイ。